はい、ってなんで新藤辰巳のゴミラジオ始まりました。バカのあなた、新藤辰巳です。僕ね、フワちゃんに初めて会ったのがもう10年ぐらい前かな。まあもともと鍋で、まあ、卒業して、まあ解散、男女コンビで解散して、一時ね、フリーライブにね、ちょこちょこ出てる時あったんですよね。その時に中野芸能小劇場でね、あのネタライブでね、フワちゃんネタやってなかったんだけど、MC だったんですよ。当時当時というか今もやってますけど、上田誠さんっていう、ソニーの芸人さん、まあ、ベテランの芸人さんがいるんですけど、その人とフワちゃんで MC っていうのがあって、で、すごいんですよ。もうどんな振りにでもフワちゃんは笑いに変えるっていうので、ビビって、誰だこの人と思って、とんでもない面白いやつがいるぞってなって、それでね、まあ僕が知ったのがね、ライブシーンでも、でもまあそんな出てないからだけど、まあもう目つけてるやつは目つけてて、まあ、ランジャタイの国崎くんとかもさ、もうフワちゃんは絶対売れるってもう言ってたらしくて、確かに初めて見て、あ、もうこれただもんじゃないな、瞬発力の速さ、この返しの速さの回転力の速さ半端じゃないなって思って、この僕がうちのガヤですみませんっていうね、番組があって、何度か出演させてもらったんですよ。で、女芸人研究家という形で出していただいて、その時に面白い女性芸人誰かいますかねってなった時に、まあポンポコの高木ひとみさんとか、マリンカさんとかを紹介したら、テレビ出てちょっとね、やっぱ面白いなってなったんですけど、その時にね、僕ね、フワちゃんを紹介しなかったんですよ。その時僕の方が先に出てたんだと思うんですよ、確か、うちのガヤで。それ紹介しなかったのにはもう明らかな理由があって、これもうほっといてもまあまあなスピードで売れることがあると。まあもちろんポンポコの高木さんもまあほっといても売れてると思いますけども、それよりもすごかったんですよね。高木ひとみってあれも相当頭いいし面白いですよね。まあ今でも普通に活躍してますし、まあ街歩いたらあのキャラクターですから顔さしたりとかもすることもあるね、もうタレントさんですけど、まあ漫才もね、ショーレースも今頑張っていらっしゃいますけどもね。でも当時ね、フワちゃんは本当すごかったんですよね。で、気づいたらうちのガヤで発見され、誰か紹介したのかな、さあっという間にそっからもう僕のもう目の前で売れてったぐらいな感じでしたね。で、やっぱりひろみさんとかさ、後藤さんとかはもう何振ってもすぐ笑いに変えて、だいたい一本収録が2時間半あるんですよ。で、実際オンエアになるのが50何分ぐらいだから、半分以上カットされてんだけど、現場にはいるわけじゃない。だからいろいろな企画があって、まあいろんなパスが来るわけですよね、フワちゃんに。そしたらもうほとんどそのカットなしでもあんま外れがなかった。で、ロケ行ったらロケ行ったで、現場、そう、要するにロケの V を見ながら、このスタジオで、フワちゃんの言葉にみんなドカンドカン受けるという。いや、あれはすごくて、まあ、売れるべきして売れたっていうことなんですよね。で、女芸人ナンバーワン決定戦、ザ・ W っていう大会がね、まあ今もね、もう間もなく、まあ2回戦の今、あ、1回戦動画審査中とかぐらいかな、なんですけど、で、第1回目ですよ。もう7、8年やってるんですけど、その時に、フワちゃんは1回戦敗退、その時は動画審査なくて、1回戦が会場だったんです。劇場でやってたんですよ。それで勝ち上がりで2回戦進むっていうの。それで、まあ面白かったんですよ。あ、なんか面白い人いるなって。でもやっぱ賞レースってそれでも厳しくて、勝ち上がるっていうのは本当に一握りの人で、ああ落ちたかフワちゃんがって、その時なんかね、こうホッピングのやつをしながら、フリップネタをやるっていう、もう発想はもうすでに面白かったんですよね。まあ受けてましたよ。だけど、まあ賞レースではいかなかった。で、後にさ、そのうちのガヤって番組で、フワちゃんそのネタをやるんですよね。
これがめちゃくちゃすごい。だから平場が強すぎるがあまり、あのネタで賞レース勝ち上がんなくても喋りだけで勝ち上がってタレント力というか知名度があるから、普通の1回戦敗退のネタがテレビでやれちゃうところまで持ってけた。要するにだからテレビでネタをやるっていうのは、だから賞レース勝ち抜くだけが脳じゃないと。面白い人は別に1回戦敗退だろうが全然出てなかろうが出れるんだっていうのをちょっと、まあ、学ばせていただいたっていうところですかね。やっぱ面白いですよね。でやっぱ瞬発力が半端じゃないよね。うん。でまあ僕はね、今こういう騒動っていうのかな、ちょっとネットで毒舌言い過ぎたってのでね炎上してますけども、まあ人間っていろんな面あるじゃないですか。いや僕はいいイメージしかなくて、僕この YouTube でフワちゃんの話 2、3回取り上げてんのかな。で1回目取り上げた時にそれこそその MC やった中野小劇場で、ちょっと話させていただいた時に、あの YouTube であの名前出していただいてありがとうございますってわざわざ挨拶してくれたんですよ。だからすげえな、あんなだからテレビであんなひっちゃかめっちゃか、やってんのにそういう挨拶とかもしてくれるんだっていうに驚いて、まあ周りの仲間とかもね、まあいろいろすごい能力の高い人たくさんいますからね。いやもう感心するばかりなんですけど、でやっぱりさ、フワちゃんの能力って、まあ、瞬発力がとんでもなく速く、そして外れが少ないっていうのと同時に、相手を若干腐すけどギャルとあの可愛らしいというあの面で、その失礼な面がそこまで目立たさなく面白く笑いに変換させるっていう技なんですよ、フワちゃんで。だからあのネットでね、うわついに性格の悪さがとか、いやグラデーションで言ったらそっち寄りのキャラというか、口が悪いのは悪いんですよフワちゃんって。割とこの相手に食ってかかるっていう、そう、もともとだから誰にでもフワちゃんはタメ口で行くっていうので、一時話題になった時もあったんで、いいのか果たしてこれはって、まあまあローラとかあそこら辺のタレントさんの時もまあ話題になったよね。でなんかタメ口で行き過ぎる、でも結局現場であんだけ笑いになってたから、まあ、悪く言う人もいればよく言う人もいると。結局仕事として全部うまくいけているからいいんじゃないの的なね派もあったとも思うし、結局面白いんだったらね、元々の人はもう明るくてかね可愛らしい人だから、まあいいんじゃないのかなってのはなったんだけど、だから別になんだろう正体がなんだとか言うか、いやいやいや、もともとフワちゃんってそういう面、ちょっと毒とかも、この瞬発力の速さで気づいてないで、すぐ次の話題に行ったりとか、一つの話題を長く話すんじゃなくて、一つの振りにして、すごい速さで返すっていう作業の天才だから、一つ一つの話題がそこまで残っていかないから、毒っていうイメージがないだけであって、まあまあ毒は吐くんですよ。でやっぱりねこれ難しいのが、テレビとかこう売れていく人まあいっぱいいますけど、ものすごく環境が変わるんですよ。周りの人がいろんなね、ちわふやしてくれたりとか、すごく調子いい時はすごく持ち上げてくれるし、テレビ業界って逆に調子よくなくなったらものすごく持ち上げてくれないというか、なんだろう、虫まで言わないけど、もう、ほっとかれるみたいな。テレビの収録一回にしてもそうかもしれない。受けてたら、テレビ収録後、褒めてもらえるんですよ。スタッフの人と AD さん、ディレクターさんかな。だけど、うまくいかなかったら、もう挨拶すらもないぐらいの。まあ、人がいっぱいいるから、無視するというよりも、他のうまくいった人に話しかけに行っちゃう。だから、もうね、結構過酷なんですよ。そんな中でずっと活躍し続けてさ、それはストレスもあったりとかさ、人間なんだから、別にあれが、まあ人それぞれ取り方あるけど、
ね、人を悪く言うことは山ほどあるわけですよ、人間たるもので。それが全てのタレントが言わないで入れるってまあ不可能であって、それの言う場所を間違えたってのが今回炎上した理由だけだと思うんですよね。 SNS で言ってしまったり、例えばする人がいたらそれは炎上になったりだけど、プライベートとかさ、無名な芸人なんて普通に酒飲んでさ、売れてる芸人の数ことをボロカスに言っても炎上しないわけです。なぜならばその人に知名度とタレント性がないから、誰も話題にされないというか、ね、隠し撮りされることもないし、別にその人が仮に SNS でボロカス言ったとてどうにもならない。じゃあ売れてる人は国民性とかどんどんし知ってくれる人が多いから、これどうしてもですね、偏った発言とかできなくなってくるんですよ。持っていても思想としていろんな人、老若男女がね、好きになってくれるとかすると、やっぱりみんな売れてくるとさ、優しくなってくる。まあこれだからなんだろうね、優しくせざるを得ないというか、道歩いてでもちっちゃい子供からお母さんからお年寄りからね、知ってくれてるわけじゃないですか。無名とかこれから駆け上がっていく時って、まあ一番面白いとされてる時は、自分の言いたいこと、自分が評価されたところをどんどんこうブラッシュアップして喋っていけるから、ある程度偏っててもなんか許されるというかさ、それがまた面白がられるっていうところでいいんだけど、これ難しい。もう売れ切ったクハちゃんで、またいろいろ挑戦してるじゃないですか。プロレス挑戦したり、海外行ったりとか、もうすごいんじゃないですか。だから、まあ、若干のストレスもあったとも思うし、別にそれは深い意味はないんじゃないかなっていうのは思いますけどね。まあそうね、まあ別に普通なんじゃないのって思いましたけどね。それはまあね、やす子さんにはかわいそうだろうけどね、それはね。別にあそこは多分とにかくあんま関係性ないと思うんですよ。ちょうどフワちゃんがそのテレビ出なくなったって言い方して、出てはいるけど他のところで活躍するようになってからやす子さんが出てきてるから、まあやす子さんもね、瞬発力の天才ではあるのよね。で環境も似てると、ショーレースとかネタをあまり作り切る前に売れちゃった、キャラクターで売れちゃったっていうので、まあ昨年ザ・ W の、決勝に行ったので、ちょっとそこら辺はね、売れてからも頑張ってなんとか賞レース勝ち上がったっていうのもあるのでね、そこら辺はもうすごいなとは思いますけどね。まあだから深い意味はないし、まあ本人に謝るともコメントしてたんで、まあ安子さんもね、多分怒ってないとは思いますけど、まあ悲しいと書いてます。まあ悲しいよね。悲しいよね。ね、まあ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 、そういうこともあるんじゃないのかな。で、これ、で、やっぱり一般の人はさ、言った言葉とかさ、にばかりかじりついてしまうんだけど、やっぱり芸能でね、自分が得意としているジャンル、パターン、まあ要するにフワちゃんでいう瞬発力、の部分で、やっぱりやす子さんが、やっぱそこは同じなんで、笑いの取り方として。早いのよ、返しが。それで笑いに変えるのが、うまいのよ。だからそういう面で、しかも女性で、で、若い時にフューチャーされて、やっぱ、フワちゃんと似てるのよ、その面はね。で、ネタじゃない平場の強さだけで勝ち上がった。で、やす子さんまさにそう。だから若干気にはなってたんだろうなっていう。だから、わかる。これね、別にフワちゃん同行とかじゃないのよ。これみんなそうなのよ。うわ、ここのポジションのやつ、新しいやつ現れたってなったら、なんとなくずっと気になるんだよ。これもう全員そう。テレビ出てる人。本当に。うん。これはどんなに大御所でもそう。大御所だとしても、そう、若手でそんな勢いになったら、あ、大丈夫かなってやっぱ思うのよ。それの、多分それが、まあさっき、ね、居酒屋とか個室のクラブかなんかで言うのか、 SNS 書いちゃうのか、 SNS 言っちゃうのかとかの違いだけであって、みんな一緒だとは思いますけどね、そこはね。なので僕はもうフワちゃんはとんでもなく才能がある人だと思うのでね、まあ、引き続き楽しませていただきたいなと思っていますしね。安子さんもね、まあ、去年ザ・ W 決勝行って、まあ、今年はさすがにね、忙しすぎるから賞レース出れる
のも難しいとは思いますけどもね、うん、まあまあ出た出たすごいし、出なくても多分もう時間ないんでしょう、まあ、そんな中ね僕のトークライブ出ていただいて本当は感謝の限りでございますんでね、またよかったね出ていただきたいってのとね、またよかったなんか仕事くださいっていうのは言いたいなっていうね。いやーすごいですね、まあ、安子さんの中高田ポルコさんってのもめちゃくちゃ頑張って今ライブシーンでいろんなライブ舞台ねユニットやったりとかトークやったりとかめちゃくちゃ頑張ってるんで、あそういうまあフワちゃんじゃないけどそういうなんだろう一流の女性芸人をこう目の当たりにするとあこれがどんだけ頑張ってないんだっていうことをちょっと実感しますね、そこら辺はね。なのでね、やっぱストレスも多いんですよ。それはもうみんなそう、売れてる人は、それはね、まあ、一般的にテレビで見てる人なんか、ああ、いいね、注目されてお金いっぱいもらってるんでしょ、いい暮らししてるんでしょ、いいもの買ってるんでしょって、それはね、多分いいもの買ってないですよ。もう、お金があると。もう欲しいものなくなるからね。だからちょっと美味しいもの食って、で、あと、なんかね、僕、ここ、フワちゃんとか安子さんの話とはまた別なんですけど、ちょっとお金の持ってる人と飲んだことがちょっと前にあって、その時にね、お金があると買いたいものもそんなんですないし、張り合いがなくなるって言ってたんですよね。あ、そっか。僕なんかお金が欲しいとか、有名になりたいとかね、いろんな人と喋りたいとかもね、ものすごくありますけど、それを手に入れると、そこはそこで、そこの世界は、なんか非常に寂しい世界だったりもするそうなので、皆さんもね、こんな売れて金もあんのに、そんな悪いことも言って、ひでえやつだ、じゃなくてね、そこのポジションはそこのポジションで、何か物足んなかったりとか、なんかストレスかかったりとかするもんですよね。でやっぱ30ぐらいになったら女性イライラしてくるゾーンがあるらしいんですよ。うん。それを伊藤麻子さんが言ってました。30過ぎてから麻子イライラするってね、ネタでも言ってましたから、それは平場の時も言ってたんで、まあそういう人間のこの現象ですよ。人間の現象でそういう形でね、知名度のある人がちょっと悪く言っちゃったっていう。で気になってる。だから要するに気になるってことは素晴らしいってことじゃないですか。俺はだからそれはもう俺は尊敬の一個としては取ってますけどね。だから安子がすごい面白いっていうことが証明された一個だと思いますけど、いいなと思いましたね。ああやって書かれないからね、有名な実力のある人に。俺はもし書かれたら、あ、ここまで成長したか、俺は大したもんだな、脅かしてるんだっていうことで嬉しいけどね、まあ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 、まあ、人それぞれの受け取り方もあるので、あくまでも僕はそう思いましたということでございます。さあということでね、夏も本番でございますので、皆さんね、風邪などひかないで気をつけていただきたいなという、 あとまああれも ありましたか、稲田さんね、稲田さんもね、まあいろいろあるとは思いますけどね。いや今年のね M1 グランプリとかはちょっと楽しみですけどね、稲田さんどういう戦い方するのかとかね、やっぱ面白いですし、やっぱりもう吉本興業の宝にもなりつつあると思うのでね、稲田さんももう漫才が面白いんでね、相方さんの熊本プロレスさんですか、それと一生懸命ねネタやっていただいて、また決勝とかでねテレビで見れるのを、祈っております。祈っておりますっておかしい、応援しておりますか。どうも以上しゅんとつめこみラジオでした。どうもありがとうございました。